どうもしんじです。今回のロックンシネマはティム・バートン監督作品ビートルジュース・ビートルジュースについてさらっと語りたいと思います。死後の世界で人間怖がらせ屋を営むビートルジュースはかつて結婚を迫ったリディアを忘れられずにいた。一方、霊能力を生かしテレビで活躍するリディアは母の能力を疑う娘との関係に悩んでいた。そんなある日、ビートルジュースの元妻ドロレスが復活してという展開です。公開から2週間弱くらい経ってしまいましたが、まあ、近所の府中の映画館での上映がねちょっと終わりそうだったんで急いで見に行ったんですが、何これ、めちゃめちゃおもろいやんっていうことでね、もうとにかくですね、まだ見てない人はぜひとも見てほしいっていうことで、ショート動画じゃ足りなかったんで急遽短めにラジオ動画作ってみました。まあ、私も全然期待してなかったんですが、まあ、ティム・バートンの新作っていうことでね、まあ、一応映画館で見とこうかなっていうことで、何十年かぶりっていう感じで前作をおさらいしてから見に行ったんですよ。ちょっとね、日本のワーナーさんに言いたい。もうちょっとね、ちゃんと宣伝しといた方がいいよ。マジこれ映画好きとかじゃなくて普通の一般の人にも全然楽しめる映画ですよ。これラストマイルなんかよりも全然面白かったよ。もっと一生懸命宣伝してよ。もう本当、日本大好きのティム・バートンに申し訳ないじゃない。そりゃね、チャーリーとチョコレート工場とかアリス・イン・ワンダーランドみたいに子供が見ても楽しいっていう映画じゃないけどさ、まあ、普通に中高生以上でも全然楽しめる映画でしたよこれ。まあ、それこそこういう80年代っぽい安心して見れるエンタメ映画なんて最近なかなかないですからね。まあ、モニカ・ベルッチが出てるけど別にお色気シーンとかないしさ、まあ、ゴキちゃんはちょろちょろ出てきて気持ち悪かったけど、それ以外めっちゃ楽しめましたよ。まあ、アメリカでもヒットしたみたいなんで、とにかくね、見てない方は見に行ってください。まあ、このテイストが合わないっていう方も中にはいるんでしょうが、全然面白くなかったってなる人はいないと思うんだけどな。いや、普通にねポップコーンムービーとしても優秀ですし、ティム・バートンの魅力も全開だし、何よりね音楽が最高すぎるんですよ。もう今サントラ聴きながらノリノリで原稿を作ってますが、まあ、ディスコ世代と90年代の洋楽が好きな人には最高ですね。っていうとね、おっさん映画じゃねえかって思われそうですが、いやいや、全然若い人のドストライクっていうか、まあ、定番のポップスのちょっとツーな感じっていうところで、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかああいう感じの選曲が好きな方には 100% 乗れる映画ですね。まあ、とにかくね、音楽の良さが映画の面白さを引き立ててる映画なんですよ。まあ、私の大好きなシガーロスのスベン・ゲングラーもいい感じの使われ方してましたし、リチャード・マークスのあの名曲がね、あんた絶対バカにしてんでしょって感じの使われ方で笑いましたし、ビージーズやドナサマーのディスコソングもいい感じだったし、何よりね、リチャード・ハリスっていう人の1968年発表の曲マッカーサー・パーク、まあ、私この曲全然知らなかったんですが、めちゃめちゃ名曲じゃないですかこれ。しかもね、映画のハイライトで使われていて、まあ、前作でいうところのハリー・ベラフォンテのバナナボートみたいな感じで強制的にみんなが踊らされながら歌うっていう感じになってて、もう最高なんですよこのシーン。まあ、前作が好きだった人なら絶対楽しめるし、まあ、前作見てなくてもねギリいけるかなっていう感じで、まあ、おぼろげに覚えてるくらいの感じだったら全然楽しめますね。まあ、見てなくても楽しめるんだけど、見てるとより楽しめるっていう感じですね。まあ、前回主役のアレック・ボールドウィンとジーナ・デイビスは出てませんが、っていうか出れねえか。マイケル・キートンとウィノナ・ライダーはもちろん出てますし、やっぱね、モニカ・ベルッチ様いいわ。なるほどね、こういう使い方あったんだっていう感じで、まあ、さすが現在のパートナーだけあっていい感じでティム・バートンワールドにハマってましたね。まあ、ウィノーナはねちょっとおばさんになったよなーっていう感じはあったんだけど、まあ、マイケル・キートン扮するビートルジュースはねこれ全然年取ってもいけそうですね。
まあ、30年以上の時間差なんて全く感じませんでしたからね。 あとねウィレム・デフォーがいい味出してたわ。なんか最近よく見るよねこの人。まあ、ウィノナの子供役の女の子もね良かったし、まあ、この子霊感あるキャラクターだったからこっち主演で3作目も作れそうだしね。っていうか3作目が想像できるような作りになってましたからね。まあ、とにかくね音楽がいい映画なんで絶対映画館で見た方がいい作品ですね。まあ、できれば前作を見て、 あとサブスクある方はこの映画のサントラを聞いてから見に行くことをお勧めします。ということでビートルジュースの感想でした。ではまた、さよなら。